いいよか。いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐお方。どうか、どうか今一度その力で。お待ちしています。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。ダメだ、びくともしねえ。こちらへ。行くぞ。Go!
散した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。こいつは血液、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。どうする、早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐのかと。
封印を分割して侵害とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。バカげてる。悪魔ならヨーコールにでも突き落とせばいいのよ。アウロラ・バレンティーノ、それはすでに試したのだ。だからって。お前の適法律では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやる。それで少しでもあの子の力になれる。守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから安心して、彼、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、そのひとかけらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である侵害を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。侵害を封印してもクイーンの性の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ侵害に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには侵害を鎮める強さがある。どうか
苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。継承者たちもロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ、死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。私の方、あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い、扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。
ひとまずはよしか。すまない、この奥に探し求めていたものがある。源流へ向かおう。やはりそういうことだったのか、姉さん。どうなってんだよこれ。まさかここにあるのは全部。終わってなかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れ出る血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった姉さんの血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？継承者を探す。姉さんのことはいいのか？今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。俺たちの、だろ。よくも。仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは黙って支えてやる。そういうもんだろうが。ええ、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち、お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。疲れたと思ったらいつ戻ってもいいからな。おい、それは。今後源流の調査を継続的に進めようと思うが、今やるべきは継承者を探し出し暴走を止めることだ。今行く。お前は
この手で間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに。侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気ぃつけろ、奴は相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。なぜ出てきた。あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに覚悟を決めておけ。あの男、侵害のことを知っているのか。